空は青く晴れ渡っています。このスタジアムを揺るがすほどの大きな歓声が皆さんお聞きいただけますでしょうか。こんにちは、ジョン・カビラです。エキシビジョンマッチをお送りします。クリンスメン、ヘセラー、ハエンリッヒ、タリナト、エレメーズ、ハーメン、ベレンス、コーラー、マテイス、ケピケ。続いてクロアチア、スターティングメンバーを紹介します。ラデッチ、スティモッチ、ミルッチ、シメッチ、ソラド、ヤレニ、スタナッチ、アシノビッチ、ボベン、スーケウ、ブラヨビッチ。以上が本日の両チームのスターティングイレブンです。試合開始です。クリンスメン、短くつないでヘセラー、足を回す、これはゴールキック、やれスルー、ゴールキックです。果敢にスライディング、繋いで、中でクロスを待っている、アシノビッチ、合わせたぞ、ビア、短く繋いでパスを回す、ドリブル突破、やれに倒されてしまった。さあ、おなじみの低い弾道が炸裂か、壁に当たった、ニアポスト、さあどう攻めるのか、スタナッチ、コーラー、ブラヨビッチ、シュート、ゴール、ファイル、ファイルゴール、見事な先制点。スタナッチ、ナイスカバリング、スーパー、あっとオフサイド、最終ラインの団結力は見事です。前半戦終了です。試合の途中経過をお伝えしましょう。1対0クロアチアリードしています。さあ後半戦キックオフです。
を攻めるのか。ヘッドで落として、エレメイズ、パスを回す、ドリブル突破だ、ディフェンダー置き去り、細かくつないで、ソラン、スルー、ブラヨンビッチ、ゴール、エクセレントなゴール。ヘセラー、さあどう攻めるのか、短くつないで、ヘッドで落として、アシノビッチ、スタナッチ、ボベン、さあインジュリータイムです、スタナッチ、ロスボール、笛です、試合終了、1点を守り切りました。実況はジョン・カビラがお伝えしました。それではサッカーファンの皆さん、またお会いしましょう。